はい、どうもです。ちょっとね、お昼の間は編集してたせいで、あんまりつけることができなかった、起動ができなかったんですけど、6時46分、夕方ですね、に、つけました。で、今日も、何かしら動物の森の開拓といいますか、まあ、借金返したりね、たぬきちに、まあ、いろいろやっていきたいなと思います。とりあえずお金を集めるか。ね、お金集めよう。あ、いる。急いで話はいいよ。話は長いからな、絶対。とりあえず、寄贈品をいっぱいあげよう、風太くんに。全部持ってるのあげよう。全部あげるんだけど、話は聞くのやめよう。話は聞いちゃダメだ。いかだよ。解説ね。いらないよ。いらない解説。本当にいらない。大丈夫、そういうの。ちょっと急いでる。俺、借金があるからさ。全部返さないといけない。だからお金稼いでこなきゃいけないからさ。また釣りしたり、虫取りしたりさ。忙しいんすよ。ごめんね、ふたく。土壌もどうぞ。いらないよ。ごめんね。今日は、雑草とか全部取ろう。このキャンプの、草を全部むしります。きれいにしましょう。はい。今日はきれいにします。草をむしれ。草をむしるのだ。よしよしよし。草いっぱいむしっちゃおう。今日はマジでね、キャンプ場をきれいにしなきゃだから。もう全部取ります。ちょっとめんどくさいかもだし、雑草ってまた新しく生えてくるよね。ちょっと毎回やるのもめんどくさいんだけど、見えてるとかもきれいにしよう。俺自分の部屋掃除できないんですよ。ゲームの世界だけでは、掃除したいなと思いました。部屋汚いので。マジで汚いよ。なんで汚くなるかっていうと、まあ、ご飯を、よく外食するんよ。で、外で食べるとさ、部屋汚くならないじゃん。ゴミを持って帰んないから。時々、テイクアウトで、なんかマックを持ち帰りで持って帰ってきちゃったり、するんだよ。で、どんどんゴミが溜まっていって、で、気づいたらもうゴミ屋敷。袋だらけ。うちの住民にリスいるじゃん。リスもさ、口の中にさ、いろいろ木の実とか蓄えるでしょ。俺もゴミ蓄えるんだよ。だから似た者同士なんだよね、リスちゃんと。結構取ったよ。結構草むしったよ。左側もう草ないんじゃない？ほとんどないんじゃない？自分のキャンプ側はね、ほとんど雑草むしった。めんどくさいけどね、むしるのはやっぱり。ほらでも見て、綺麗になったでしょ？ここら辺開けてる。つかもうぜ。くさ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 。草をむしる、草むしる。草むしって草草草草草草草を集めて3000分。俺は一体何分草を集めているのかな、もうわかんない。気づいたら30分ぐらい草を集めてる気がします。でも実際にかかってる時間は10分くらいですね。めっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた。みんな、いい報告だ。ついにね、終わりましたよ。見てください、このワールド。雑草が生えてないワールド。綺麗でしょ？全部取りました、草。取り残しも多分ないと思う。一回確認したから。何個あるの？99が1,2,3,4,5って、ま、500で69だから、550個以上あるわ。めちゃくちゃあったんだね。そんな虫いったんだ、俺。せっかくなんで、虫いった草を全部渡してみたいと思います。いくらになるかな？いくらなんだろう？計算すると、5640、マジで？草むしるだけで5640ベルだって。え、高くない？これさ、序盤ではめちゃくちゃ良くない？だって結局さ、自分の、その島を良くするためには雑草むしんなきゃいけないじゃん。いずれ取るんだったらもう最初に草全部集めちゃって、
俺みたいに。ちょっとめんどくさかったけど、564個草むしるのめちゃくちゃめんどくさかったけど、でもこれ序盤では結構いいかもね。いや今日はもう雑草拾ったからいいでしょう。雑草拾いつつね、お金も貯まるし、お金稼ぎつつ掃除もできるって、ね、いいかもしれないね。今日もう一日さ、雑草拾うだけで終えたんだけど。